現存する世界最古の木造の塔である法隆寺の五重の塔。その初層には五重の塔初層安置塑造群があり、そのうちの80件が国宝に指定されています。この五重の塔初層安置塑造群の一つに涅槃の場面を表したものがあり、釈迦の入滅を悲しむ弟子や信者の塑像が釈迦の像を取り囲んでいるのですが、その塑像群のうちの3体が他の像とは明らかに造形が異なっています。1966年に発行された原色日本の美術第2巻法隆寺では、3体はそれぞれ馬頭行、祖頭行、長頭行と紹介されているのですが、なぜ法隆寺の五重の塔にこの異形の塑像が安置されているのか、そしてなぜ3体だけなのかは分かっていません。海外サイトがこの塑像を取り上げたところ、まるでエイリアンのようだと話題に。日本以外でも造形が似ている像がいくつも発見されていることから、その関連性を指摘する声など様々な反応が寄せられていました。一説には、本当に古代には宇宙人が地球上に存在していて、その宇宙人の基地がこの法隆寺の地下に実在し、その宇宙人から着想を得て謎の塑像を造立することができたなどという説も囁かれているようです。なおこの像の作者は不明とされていますが、この謎の像と似たようなものが世界の他に国々でも目撃されています。それでは海外の方たちの反応をご紹介します。なんでああいう小さめの宇宙人っぽい人型爬虫類の像って世界的にどれも同じような見た目をしてるんだろう。アメリカ、これが証拠だな。人類が地球の主になる前に何者かがこの星にはいたんだ。アメリカ、土偶の一種じゃないかと思ったんだけど、どうだろう。オーストラリア、レプティリアン、人型爬虫類って本当に実在したのかな。こういうの見るとちょっと信じたくなるわ。アメリカ、ウルトラマンに似てるっちゃ似てるな。フィリピン、後の忍者タートルの皆さんである。国籍不明、ホモサピエンスの歴史なんてたかだかに10万年だろ。地球外生命体がその遥か前にいたとしてもおかしくない。イギリス、爬虫類人間の像が世界中にあるのが不思議だ。アメリカ、当時の感覚としては前衛アートだったとかじゃなくて。アメリカ、あの像のモデルは日本の伝説に出てくる生き物でしょ。アメリカ、いや、あれは亀をモデルにしてるだけだって。日本では亀は長寿の象徴になってるから。国籍不明、宇宙人の存在は信じないのに神の存在は信じるのっておかしくない？君の信じる神はもしかしたら宇宙人かもしれんぞ。アメリカ、一体日本は何を隠してるんだ？だい、あれは日本でカッパと呼ばれてる生物なのでは？イギリス、日本の伝説に登場する鬼の正体は全部宇宙人だったとか？プラス3、国籍不明、日本人が地球外生命体の子孫であることを示唆してるな。プラス1、アメリカ、海外、日本がハイテクな理由か。江戸時代の UFO 伝説に外国人が大興奮。何の意味もなくあんな異形の像を作るかね。俺には何か深い意味があるような気がしてならない。アメリカ、本来人類にとっての神はああいう姿をしてたのかも。イギリス、なぜかアステカのピラミッドからもあれと同じような像が出てきてるんだよな。イギリス、レプティリアンって多くの国では巨人って考えられてるよね。ふーむ、やっぱり古代の支配者だったのかも。アメリカ、他の人も言ってるけどあれはやっぱカッパだと思うわ。イギリス、もしかして古代にはああいう生物が実在してそれが天狗と間違われたんじゃないの。アメリカ、そういえばウルトラマンの一家はみんなああいう顔をしてる。子供の頃大好きだった番組なんだ。国籍不明、奈良には宇宙人の要望をした武士がいたってことか。香港、
日本には遮光器土偶や竹取物語もあるしな。香港、つまりゴジラを祀るお寺なんですね。わかります。ペルー、実際問題、こういうのって誰が何の目的で作ったんだろう。時代的に見たこともないものを作るのは簡単ではなかったでしょ。考えれば考えるほどわからなくなる。アメリカ、イルミナティだけは、奴の正体を知ってるんだがな。アメリカ、作った人は当時として悪い稀な想像力を持ってたはずだよね。きっと何か新しい芸術作品を作りたかったんじゃないかな。カナダ、いかがでしたか。土偶や天狗には似ていないと思いますが、カッパをモデルにしたんでしょってのには納得した。でもやはり宇宙人説が一番的を射ていそうですね。果たして皆さんはどう捉えたでしょうか。今日はここまで。ご覧いただきありがとうございます。様々な反応コメントいただけたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。